おはようございます私は九州の生まれではないんですけれども <laughs> あの福岡県がルビーのことをたくさん支援してくれているので、えー、大体2ヶ月に1回ぐらいこっちのに来て,るの来ていますので、まあ、だいぶこう福岡っていうのはこう近いイメージがあるんですけれども。でえーっと 今日はですね、Ruby3 の話をしようと思ってやってきました。はい。えー、っと、いかないし、Ruby。えー、っと、Ruby はですね、こう、イエイというふうに言われてるんですね。<笑><笑>えー、た多分、あの、で、 えーまあ、皆さんの言うにはですねルビーはまあ生産的であるとかですね、まあ、柔軟性があるとかですねそして何を使ってて楽しいというふうに言ってこうルビーのことをですねこう愛してくださっている方がたくさんいらっしゃって、まあ、だからこそですねこの会場にこんなにたくさんの人たちがですね、えーまあ、人によってはすごい遠くからですね古ルグイから来てくださる人がいるわけですね。本当にありがたいいことだとだ思いますけれども しかし一方ですね、Ruby、えー、がです、ねえー、とよくないと言われているところもまあ,あるわけですね。例えば、まあ、こう定番ではありますが、Ruby 遅いとかですね、Ruby <laughs>、えーまあ、マルチコア活用できてないとかですね、あるいはその、まあ、チームとかプロジェクトが大きくなるに従って、Ruby のこう欠点みたいなところがこう見えてくるというようなことを言う人たちも、まあ、実際にいます。でまあ とは言っても、ですね、あのーまあわ、悪いからダメかっていうと、そうでもなくて、ですね、えーとまあ、大体のことには十分に良いと言ってもいいんじゃないかなと思います。でえー、例えば GitHub であるとか、えー、Airbnb であるとか、えー、インスタカートであるとか、クックパッドであるとか、ですね、えー、そのほか多くの会社が、ですこう、まあ、大,大きなものも含めて、ですねたくさんの会社がですね、えー、Ruby を使ってくださっています。で えと彼らよりも、まあ、多くのトラフィックをさくサイトはあんまりたくさんそんなにたくさんはないのでそういう意味で言うとですね、まあ、Ruby は十分に早いと言ってもいいんじゃないかなというふうに思います、まあ、大体の場合はで、えー、もし中の事情でですねなんか限界に突き当たったとしてもですねそれはそれでまあいいんじゃないかなというふうに思っています、えーまあ、Ruby とパフォーマンスの話をするとですねよく引き合いなさいのが Twitter の話ですねで 2007年にツイッターが始まったときは、あれは RubyOnRails のアプリケーションだったんですね。で、えー、冷静に考えると分かるんですけど、ツイッターのようなタイプのこうアプリケーションをですね、まあ、RubyOnRails の得意なクラッドデータベースに対するクラッドで書こうと思うとですね、まあ、正直、向いてないんですよね。で、えー、ツイッターは限界に突き当たって、でえーっとまあ、コアから書き直してで、なんだっけ、スカラーを使って。 コアを書き直したというでこれをしてですねツイッターが Ruby をやめたのでもう Ruby はもうダメだって言った人がたくさんい,たいましたけどまあまあそれからもう10年近く経ちますけれどもまああんまりまだダメだっていう感じではないですね少なくとも私の周りでは。で思い出していただきたいのはですねツイッターっていうのはそのだずっと1.8を使い続けてたんですね。 で、パフォーマンス遅い遅いって文句言ってる割にはですねずっと1.8を使い続けて,てですねで、えー、あろうことがですね、1.8のこうなこう改造して記事っていう,こう自分独自のバージョンを作りかけてですねやめちゃったっていうのがあるんですけれどもで、えーと、まず彼らがやる,こやるべきだったことはですね、えー、1.8をやめることではなかったかなと思わないでもないんですが、まあ、Ruby1.9 以降はですね、まあ、随分早くなったのでまあえっ、ー、と トラフィックが大きくなることによって突き当たるこう限界というのはですね、えー、昔に比べてずいぶん高くなっているんじゃないかなと思いますで、えー、Ruby22.0 が出たのは2013年でしたけれどもでそれからこう今までの間ですね、まあ、少しずつ性能は改善していました、えー、これノアギブスのグラフをもらってきたんですけれどもえー、っとちょっとずつこうバージョンごとにですね数パーセントぐらいずつ性能が良くなってきています で、えー、私たちはですね、このようにこう性能の改善を続けてきましたがこれより多くのですね、改善を Ruby3 で行おうというふうに思っていますで、えーと、この Ruby 回帰のキーノートでもです、ね、過去のキーノートでも話したんですけれども Ruby3 では大きな3つの柱を考えていますで1つがパフォーマンスの改善でもう1つがコンカレンシー、まあ、実際はこのパフォーマンスと改善とコンカレンシーは1つのものなんですけれどもでそれから静的解析ですねで えと先に性的解析の方から説明させてください。でえー、最近はですね、まあスタ、性的型がすごくホットでして、な、えー、何ですかね、2010年代のプログラミング言語はみんなその性的型言語でこう、まあまあ、そうなのって感じですけども、でえー、とプロジェクトが大きくなるにしたがって、テストがこうだんだん苦痛になってくるんですね。 でえー、さテストのサイズが大きくなったりとかですねあるいはそのテストの実行時間が長くなったりとかですねしてだん,だん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 苦痛になってくることが多いんですねで、えー、告白するとですね「私はテストが嫌いなんですね」<laughs>。本当はテスト書きたくないんですよだけどだだというのはそのあのドライじゃないですよね。その私たたちはそのプログラムを書きたいんであって テスト書きたいだ、えー、人類はですねまだあのプログラムを書くだけで正しいプログラムをこう作ること方法を知らないのでですね仕方がないのでテストを書いてるっていうのが現状だと思うんですねので、えー、ともしもっとこうテストを書く量が少なくて済むんだったらそ,そっちの方がもっと生産的なので,でもっと生産的になりたいというふうに思ってるわけですねで他の言語どうしてるかっていうとですね、まあ、大体その性的型っぽいこうテクアプローチを使ってるのが多くてですね 例えば PHP ではタイプヒンティングっていう形で型宣言を導入するようになってなんかとかですね Python3 もタイプアノテーションを導入して型宣言を入れますとかで JavaScript もなかタイプスクリプトによって、まあ、フローでもいいんですけれども性、まあ、的型を導入しましょうというふうなトレンドになってきてですね、えー、Ruby と同じぐらい古いようなプログラミング言語においてもですねで、まあ、型,型をこう言語に導入してこう性的型チェックによって こうより多くのこうチェックをコンパルジーとかいうのがトレンドのような気がしますで、まあ、我々どうしようかって話になるんですけれどもでえー、っと型宣言まあねあの Python も入れたし PHP も入れたしファールも入ってますねのでもう我々もやろうか PHP とか Python やってるしっていうんだけど、まあ、正直入れたくないで型宣言嫌いなんですよね <laughs> なんで,でかっていうとドライじゃないからなんですよ。<laughs> その今私たちの書いてる Ruby のプログラムには型宣言書いてないんですよね。まあ型宣言言語にないんでしょうがないんですけどでそれでもちゃんと動いてるわけですよ。それに対してさらに情報を付け加えるっていうのはなんかこうコンピューターに仕事させられてる感じがするわけですよね。で本当はそのコンピューターが私たちのために働いてほしい。でので えーまあ、テストはですね、まあかたなしに書いてるんですけども型宣言についてはですねちょっと妥協しないようにしようかなというふうにいまだに思ってますで、まあ、い,らない,いらないっていうか型宣言なしでもできそうな気がするからですねで、えーまあ、Ruby3 の方についてはですね実は今回の会議の中でもいくつかセッションがありますので、えー、と今日が遠藤さんのタイププロファイラーについてそれから明日がえっ、ー、と ストライプの人たちがソルベっていうタイプチェッカーについて説明しますし、えー、と3日目に、えー、と松本壮太郎さんがその、えー、とスティープとかの方、えー、の話をしてくださいますので、えー、3つのセッションがあるので、まあ、そちらの方を詳しくは聞いていただきたいんですがルビ、えーこう、Ruby、のです、ね、型チェックに関して言うと、まあ、や,るやろうと思ってます。なんだけど、えー、と型 宣言、型アノテーションを導入する代わりに4つのコンポーネントを導入しようかなというふうに思ってます、言語とは別に。で、えー、最初の1つは、型定義文法ですね、型定義フォーマットですけども、RBI ファイルというものを考えてます、それから、えー、それぞれのライブラリーのこう型定義を RBI ファイル、記述したもの、それからタイププロファイラー、それから性的型チェッカーですね、この4つについて考えています。で えー、型定義シンタックスですけれども、まあ、通常のプログラムとは別に、えー、型を表現するための情報が書いたファイルになりますで、えー、これには引数の型であるとかモドリッの型であるとかクラスやモジュールの情報とかあるいはその、えー、とジェネリックなこうクラスやなどの情報やそれからそのインターフェースなどの定義を含みます、まあ、すごいラフに書くとこんな感じで Ruby にちょっと似てるんだけど Ruby じゃないっていう感じの文法ですね はいえー、とこれのパー,ザーも用意しますで、えー、と今プロトタイプがあってここに用意されてますね宗、えー、太郎さんの RubySignature っていうリポジトリですけれどもで、えー、このフォーマットを使って、えー、標準ライブラリであるとかそれからまあ将来的には GEM もですねこの型定義ファイルを一緒にこう配布するようにすれば、まあ、既存のアプリケーションについては型情報があるという情報が状態が実現できます。 でえー、次のコンポーネントはタイププロファイラーですね。でえー、タイププロファイラーはですね、抽象解釈という、えーまあ、アルゴリズム、テクニックを使ってですね、えー、プログラムを解析します。例えば、こんなすごいつまんない感じの Ruby のプログラムがあったとするとですね、えー、これをこういうふうに見ます。フーというメソッドが15を引数として呼ばれたのでフ、えー、ーの引数は整数で呼ばれたと。のでフ、えー、ーの引数 A は整数であると。 A, A は整数で,でプラスメソッドを整数は持ってるから2と足し算したら OK ので型情報は問題ないと。で、h、え、o、ー、は整数を受けて整数を返すメソッドであるということが分かるというね、まあ。すごいシンプルな形だとこんな感じ。これによって型宣言はないけれども who、えー、の方は分かったわけですね。で、えー、タイププロファイルはこのようにして、ね、型の情報を集めてそれからその型の情報を集めて すでに定義されている、まあ、RBI ファイルによってすでに定義されているその型情報との矛盾があればエラーとして報告しますと。で、えー、矛盾がなければそのまま通して集めた型情報を使ってその,そのファイルの RBI ファイルそのファイルの含まれているクラスやメソッドについての、えー、RBI ファイルを出力することができますと。で、その出力した情報をもとに次の段の型チェックを行うことができるという。 形のことをするツールになりますで、えー、っと正直言うとですねあの、まあ、型プロファイラーは万能ではないので例えば間違ったりとかですね、えー、あるいはそのテストがこう十分に行われてないければあのカバレージが高くなければですね正しい情報を受け,受け取るはずの方は受け取らないって書いたりとかするようなことがあるので,でそういうようなことがない,あないために例えば自分のライブラリーのこう RBI ファイルを作りたいときには、型プロファイラーを走らせてあテスト、テストプログラムを使って型プロファイラーを使って作らせて、その作った RBI ファイルが十分であればそれで OK だけど、十分でなければ自分で書き換えて、よりこう正確なものに変えるということができるようになります。はいでえー、あとですね、ヤードファイルには型情報が入っているので、でそのヤードファイルからその RBI を出力するようなツールが作れないかなということが、まあ、計画中ではありますが、全然手がついてないですね。はい でこうやって型情報を集めると、まあ、クラスのやメソッドの型情報が全部集まっているのでスタティックタイプチェッカーを走らせることができます現在 Ruby に対して開発されている性的型チェッカーは2種類あってさっきもちょっと話をした SOLVETSTRIPE のチームが作っている s o l v とそれから松本壮太郎さんが作っている STEEP という2種類があります。でこれらはですね、えーっと まあ最終的に現在はまだこの .rbi ファイルがですねフォーマットが決まったばかりなのでえまだ対応してないんですけども最終的にはですね両方ともその rbi ファイルのタイプ定義を型定義をですねインプットとして取るようになりますでこの2つの,かあの型チェックはそれぞれ性質が異なっていてソルベは C++ で実行されていますし非常に高速に実行されますでその型チェックは大体ノミナルに行われますで えー、さらにですね、えーとまあ、プログラムに DSL として型情報を追加することができると、えーまあ、私の目から見るとちょっと,ちょっとこう好みではないかもしれないんですけれども、よりその正確でインラインな型を書くことができるというのがソルベの特徴になっています。スティープの方はですね、こっちは Ruby の方で書かれていて、より柔軟なこう型チェックについて実験することができるようになっています。でこちらの方はストラク タイピングを、えー、実装していますで、えー、最終的にですねこれらのコンポーネントが完成して揃ったはつきには何ができるかっていうと皆さんの普通の Ruby のプログラムが特に Ruby のプログラムに型宣言とか書かなくても、えーでえー、型チェックができるようになるとでさらに、まあ、RBI ファイルの型情報ですねこうより正確なものに書き換えてやるとより良い型チェックを行うことができると。 いうことでまあ、今まで皆さんの普通に書いてる Ruby のプログラムはですね、えー、普通に型チェックができるようになる型宣言書かなくてもっていうので、まあ、すごくよくないっていうところですね。でさらにですねその RBI ファイルの型情報っていうのは例えば未来のランゲージサーバー未来の,あの,未来の ID 開発環境がですね、えー、例えばこう 保管とかですね、えっ、ー、とデバッグとかにこう使うことができるんじゃないかなというふうに思っています。で、えっ、ー、とまあ今回ですね、さらにこう三つも発表があることがわかるように、えー、このご手については非常にこう多く働いています。で、非常に大きな動きがあったのは昨年なので、えー、去年からですね今年にかけてこう型 Ruby の性的型チェックについてはです、ね、非常に大きな動きがありました。で、その結果、それから Ruby3.0、まあ、に含まれるであろうその未来についてはですね、非常にこう期,期待が持てるというふうに思ってます。そもそも私の視点からは、はい。で、パフォーマンスですね。はい、えっ、ー、と、パフォーマンスについて言うと、こうまあ どんな言語もですね、こう早すぎるとかということはまないんですよね。でこう必ずこう遅いって文句言う人がいるんですけどで、ル、え、ビー、まあ、は伝統的にこう文句つけられっぱなしな言語なので,でそれはそれでどうなのって感じですけどもあれちょっと待ってどこ行ったよいしょ。 はいえー、文句つけられるパンツのいなんですけどもで、えー、もっとたくさんのトラフィックをさばくためとかですね、えー、にこういろいろ改善が必要だなというふうに思ってますで、えー、昨年ですけれどもその中国に行って RubyConfChina っていうのがあって中国の人たちと話す機会があったんですけれどもで、えー、昨年のことなのでこうあの m なんかちょうど開発リリース前で開発中で。 でパフォーマンス改善が非常にホットなトピックだったんですね。で、中国の人たちといろいろ話をしたんですけれども、ジットコンパイルとかが、あすいろんなものではないと、私たちにとって、私たちにとって一番必要なのはメモリーボトルネックの改善であるということですね、えー。中国でもですね、例えばその、まあなんだっけ、アリババであるとかですね、であの割と大きなサイトで Ruby 使われてるんですって。で えー、その中で、ですね、彼らが一番最初にあのぶち当たっているボトルネックというのはメモリーであるというふうなことが言われましたので、まあ、GC の改善メモリ管理の改善というのは非常に重要だなというふうに思ってたんですねで、えー、Ruby についてもですね、例えば2.1で世代別 GC2.2 で, 2. 2で、まあ、インクリメンタル GC2.6 で,ではトランジェントヒープというものですねそれから2.7についてはそのオブジェクトコンパクションというものについて改善を行ってきています。 でこれらの改善によってです、ね、Ruby でよく使われてたアウトバン s GC ですね、こういうものはもう必要なくなったというふうに言います。で、オブジェクトコンパクションについてはですね、えー、っとアーロン・パータソンが何何だっけ2日目だっけに、えー、話してくれるので、あんまりこう説明しない,いんですけども、まあ、フラグメンテーションの解消によってですね、えーまあ、トータルのメモリー消費を減らしたりとかですね、キャッシュミスを減らしたりということができるような、まあ、こう可能であれば動かすというタイプのコンパクションを行います。 でえーっとまあ、いくつかの GC、コンパクティング GC みたいなやつはです、ね、ガーベージュコレクションのタイミングで何も指定しないで勝手にコンパクトするんですけれども、えー、っと現在の,そのオブジェクトコンパクションはここでコンパクションしますというふうなことを明示的に宣言するタイプだというふうに聞いています。はいでえーっと メモリってのはですねこう、唯一のボトルネックではないんですね。で、そ,あの,、まあその次に来るのが CPU で,で、その次に来るのが IO のボトルネックになります。で、これらのボ,あのボトルネックを改善するのも、まあ、我々にとって重要なテーマなんですけれども、まあ、こう、昨年はね、j i t を使ってコンパ、ジャストインタイムコンパイラを使ってこう改善するということで、MJIT ついてこうど、まあ、導入しました。で Ruby、えー、のバイトコードを C に変換してその C を GCC や PLAN を使ってコンパイルしてコンパイルした結果をダイナミックロードするっていうアプローチですけどもまあ非常にいい点もあってですね移植、まあ、性が高いっていうのは非常にいい点ですねで、えー、GCC のサポートしている OS や CPU は非常にたくさんあるので,で、えー、これらのこう範囲内ではジ i t が使えると。 いうのはメリットですし、で、G. C. C. は、もう、なんか、三十年以上の歴史のある、こう、伝統のソフトウェアなので。えー、その点で、信頼性非常に高いと。で、さらに、その G. C. C. のオプティマイザーは、こう、まあ、非常に信頼され。まあ、非常に高く、最適化されているということですね。まあ、欠点もあってですね。まあ。 あの最初にこれ聞いたとき、マジかよって思ったぐらい、ですねこう、まあ、重たいんですよね、毎回こうプロセス、あのコンパイラーのプロセス立ち上げるとか、正気かっていう感じなんですけども、まあ、その点もあって、特にメモリについてですね、えーまあ、非常にこう不利な点があります。もちろんその、まあ、最初から分かってるんで、だ,だいぶいろいろ手を加えてはいるんですけれども。 でではですね、えー、とこの MZ ですけれども CPU がボトルネックになっているようなタスクに関してはですね、まあ、例えばこう、まあ、我々の CPU ボトルネックのベンチマークでロップトキャロットです、ねえー、ファミコンエミュレーターですけれども <laughs> で、えー、Ruby2.6 はですね、Ruby2.0 に比べて2.8倍こう実行速度が速いということで、まあ、結構いいじゃんっていう感じではあるんですが、えー、残念ながら Rails アプリに関して言うと遅くなるっていう。 最近ですね、もう完全に余談なんですけど最近 PHP8 が次のメジャーバーリリースですね、じっと言えるっていう話があっておすごいじゃんって思ったんですけどで、ボトルネックベンチマークとかでなんかすごい速いとか。 えーまあ、MZ をつけた Ruby なんかにもずっとずっと速いとか聞いてですねおーすごいと思ったんですけどで、えー、とウェブアプリケーションを壊すと重くなるって言ってやっぱりかっていう <laughs> 感じでしたけれども、はいえーとまあ、理由はいくつかあってですね Rails、まあ、みたいなウェブアプリケーションフレームが非常にたくさんのメソッドがあるので非常にたくさんのメソッドをコンパイルしないといけないんですねでそれからその、まあ、メモリー消費量も大きくなってしまうのでそちらのこう、まあ 少しもこの2つは大きななボトルネックになってるんですねでもしかすると例えばスレッショルドを改善するとかですねいうことによってどのメソあのまあんまりこう呼ばれないメソッドはそもそもこうじっと書けないとかですねそういう選択肢も取れるんじゃないかなというふうに思いますしそれから、えー、っとこうそもそも、ね、GCC を起動するから重いんだっていうことで。 まあ、m トの基本あのベースを作ってくれたブラ,ブラディビル・マカロフっていう人はですね、えー、m ー、e、l っていうライトウェイトジットを作って、まあ、昨年の,あの Ruby 会議で,です、ね、発表してくれましたけれどもあれをですね、えー、リファインして、えー、将来のこう Ruby に入れるいう。 かもしれなくてですね <laughs> そうすると、まあ、バーチャルマシンとそれからライトウェイトジットのミールとそれから、まあ、こうボトインナーループみたいな時間をかけてもこう最適化したいようなものに関しては M ジットをかけてっていうふうな構図ができるかもしれないなというふうに思ってます。はい、で、えー、っと他のこうパフォーマンスを改善する方法はやっぱりマルチコアですね。で えと今までいろんなキーノートでですねあの例えばその今まで話してきたような性的な方の話であるとかじっとの話であるとかたくさんしてきましたで、えーまあ、昨年までの間にですねこれらについて非常に多く進んだんですがこのマルチカーを使ってですね、えー、まあ いいっぱいあるマシンにいっぱいあるコアをですね活用するっていう話についてはですね、まあ、あんまり進んでなかったあんまり発表しなかったんですねなんかギル,なギルドっていう何かがあってですねそれを使うとなんかうまくいきそうみたいなことぐらいしか言ってなくてですねで、えー、今回のキーノートのタイトルの「ダイヤーオブコンカレンシーっていうのはですね今年はこう重点的にギルド,のギルドみたいなそのコンカレンシーのデザインをしようっていうの,あのつもりでつけたタイトルなんですけども。 も、えー、ともとそのワールドワイドウェブっていうのはそのマルチコアに向いたアーキテクチャではあるんですね。で、えー、例えばですね、ユニコーンはマルチプロセスを使ってマルチコアを活用しますとかですね、プーマはマルチスレッドを使って、えー、コアを活用しますとかですね、最近出たファルコンっていうのは今度はファイバーを使って、えー、コアを活用しよう,っていうあの、ボトルネックを解消しようっていうタイプのものですね、あファルコンについてはですね、今日だっけ、えーと、サミュエルが話してくれると思いますけれども。 最近のようにです、ね、こうコアを活用することがキーになってくるとそのコンカネーシーモデルをどうするかというのは、まあ、未来プログラミング言語の未来に非常に強く影響するんじゃないかなというふうに思っています。で今の Ruby はです、ね、スレッドとファイバーを持っているんですが、まあ、それぞれこうボトルネックの改善,改善という観点から言うとです、ねまあ、ちょっと課題を抱えています。 コンテキスト切り替えの先を指定しないといけないので、まあ、ボトルネックの改善にはま役に立たない立ちづらいんですよね。で一方そのスレッドの方はその、まあ、ジルギルとかジルとかどっちなんだろうですよね。でグローバルインタープリタード,ドックっていうのがあってですねまあ、えー、バーチャルマシンの中ではその1つのスレッドだけが同時に動くっていう感じになってます。 でえー、とこの2点があるので現在のコンカレンシーモデルであるスレッドであるとかあるいはファイバーであるとかを使ってですね、えーまあ、CPU ボトルネックや Io ボトルネックを解決するのは、まあ、ちょっと難しいですね。でそこで,ですね、えー、ともうちょっと良いコンカレンシーモデルを提供したいと思ってます。でえー、マルチコアを使えてで、えー、もっと使いやすくてでより安全だと。 で鍵になるのはそのシェアードナッシングって状態を共有しないっていうことだと思うんですね。で共有された状態っていうのはそのコ,ンカレントコンカレントプログラムにおいてまあ大体諸悪の根源なので,で、えー、これをなんとかしたいと。で最初からコンカレントに設計されている言語であるアーランとかエリクサーとかですとです、ね、あの基本的にそのデータ構造がですねイミ,あのイミュータブルになっててで、えー、書き換わらないので状態について心配しないということができるんですが。 まあ、ルビーはねこう、これからルビーのオブジェクトをイミュータブルに全部イミュータブルにしますと,かうとみんなギャーって言うんで,でそれはできないんですよね。うん、で、そしたらどうしようかって言って考えたのがこうギルとですね、ギルについて、まあ、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけども、えっ、ー、と、あ間違った、<laughs> まあいいや、一番下の無視してください、ここじゃなかった。でえーと <laughs> 直前にスライド書き換えたらろくなことにならない <laughs> であのギルドっていうのはオブジェクトスペースの分離に,あになるんですねので、えっと、このギルドに所属しているオブジェクトは他のギルドに所属しているオブジェクトを参照することができないとで、えー、ギルド間の通信はチャンネルを使って行いますとで、えー、ただそのディープリフローズンオブジェクトっていうのを使ってこうアイデアを使って効率を高めたいというふうに思ってますで、えー、っとギルドはオブジェクト あの分離されたオブジェクト空間なので、えー、他のギルドの,にのオブジェクトに触ることはできないんですがで、えー、チ,ャンネルチャンネルを使って通信するときにそのイミュータブルなオブジェクトしか受け渡しをすることはできないんですね。で、えー、と受け渡しできるのはその数値かフロ,ーズンあのフローズンな文字列かシンボルかそれからそのディープリーフローズンのオブジェクトか。 しか送れないそれ以外のものを送ろうと思ったらそのコピーをして送るということになります。ディープリーフローズンオブジェクトっていうのは、まあ、Ruby にはフローズンオブジェクトっていう概念があってもうこ,れこのオブジェクトを書き換えることができないと例えば配列とかをフ,ローあのフリーズするとその配列の要素を書き換えることができないというのは昔からあるんですけれどもただですね例えば配列の要素を書き換えることができなくても 要素として刺されているオブジェクトが書き換わったら全体としては書き換わってしまうわけ状態が変わってしまうわけですねそこでですね、えー、再帰的に参照しているオブジェクトが全部フローズンであるものについてはディープリーフローズンのオブジェクトとしてフラ,フラグをつけましょうというふうにでそのフラグがついたオブジェクトはそのギルドを超えて受け渡しすることができますよということを考えていますそうするとまあイミュータブルオブジェクトリファレンスグラフができるので、まあ、それは自由に渡してもいいということですね で、えーまあそう、こうやって使うとそのギルドは、まあ、アクターみたいな使い方ができますしそれから JavaScript の WebWorker みたいな使い方ができるんじゃないかなというふうに思ってます。WebWorker の場合ですと Ruby のプログラムはファイルとか文字列とかであ Ruby じゃなかった JavaScript <laughs> w e b Worker の中で動かすための JavaScript のプログラムはそのこのファイルの中身を実行してねとか それからこの文字列を実行してねみたいな形で渡すんですけれどもでえー Ruby の場合はアイソレーテッドブロックというのを使おうかなというふうに相談していますまあ笹田くんのアイデアなんですけどもでアイソレーテッドブロックというのはまあブロックと同じようなものなんだけど外のローカル変数とかグローバル変数とかにアクセスできないというタイプのブロックですねでえこれを実装するとそのマルチコアを使えて CPU インテンシブタスクを改善できるような ものができそうだとで、えー、現在のスレッドと同じぐらいの重さで実装することが少なくとも当初の時点でできそうだとでさらに、えー、未来においては、ねまあ、NM コンカレンシーみたいなものを使って、えーまあ、よりライトウェイトにできるんじゃないかなというふうに思います。めでたし,めでたしおしまい 違いますね <laughs> で、えー、っとギルドっていうのはその今までのコンカレーシーモデルに比べて随分異なっているので,で、えーまあ、少なくとも慣れるまではちょっと使いづらいような気がするのとそれからその愛用ボトルネックを解消するのにはですね、えー、まああんまり向かないとは言い,のは言い過ぎなんだけどちょっと使いづらいところがあってですねそこでですね、えーまあ IO ボトネックを改善しているこう先輩をちょっと見てみるんですね、ノード JS とかそんな感じなんですけども、ノード JS ってマルチスレッドじゃないんですよね、基本的に。で、シングルスレッドなんですけども、なんかこう、たくさんさばけるよみたいなこと、パフォーマンスいいよみたいなこと言われるわけですよ。で、彼らマルチコア使ってなくてもそういうふうに言われるわけですね。で、その背景にはその、まあ、使ってる V8 のバーチャルマシンがめっちゃ速いっていうのと、それからノンブロッキング IO は基本であるというところにあるんですね。 IO ボトルネックを解決するためには、このノンブロッキング IO が重要であるということで、えーまあ、エリック・ウォン、ノーマルパーソンとかです、ね、があのこう提案したアイディアをです、ね、こう採用しようと思います。彼は最初、オートファイバーという名前にしたんですけれども、その,その名前がめっちゃ紛糾して、ですね、名前のために話が進まないっていう非常に悲しい状態になっているんですけれども、えー、基本的には IO、ねえー、操作に対してコンテキストスイッチするようなタイプのスレッドです。 でえー、で今までの Ruby のスレッドと違ってですねあの時間でこう切り替わるようなことがないということですね。で、えー、勝手に切り替わらないのでこう、まあ、スレッドよりもはるかにこう簡単に使うことができるというようですね。で、Io ブロッキングを避けることができると。 でえー、これによってその Io インテンシブタスクをですね避けることができるというふうに思ってます。で、まあ、これが定着した暁にはですね、現在ある今の Ruby のスレッドっていうのはまあ段階的にこう、まあ、使わなくしていくことができるんじゃないかなというふうに思ってます、えー。コンカレンシーっていうのは、特にスレッドによるコンカレンシーは非常に難しくてですね、でえー、スレッド追加したことを後悔してるんですね。あのスレッド入れた時にはですねこう元々 その私が作ってた使ってたコンピューターはその1個しか CPU ありませんでしたしでそのマルチコアの時代が来るっていうことは全然予想しなかったんですねあの未来予想か下手くそかよって言われたらその通りなんですけどもで,、えー、でもうあまり深く考えないでですね、えー、グリーンスレッドを1.8以前。意図 1.4何か,か,かすごい昔に入れたんですけどもで、えー、いざ使ってみるとですね、まあ、正しく使うのは難しいしですね効果的に使うのは難しいしですねさらにバグが出た時に直すのも難しいっていうですねつらい感じになってしまったので、まあ、こう今回 Ruby のコンカレンシーをですねもうちょっとマシにしたいというふうに常々思っていましたでそのためのこう、まあ、道具としてですね新たなこう機能としてギルド えっと私個人としてはアイソレートっていう名前の方が、まあ、JavaScript の一部でですねアイソレートって名前使ってるんで,で、えー、そっちがいいんじゃないかなと思ったらさすが君に反対されたんで, <laughs> で、えー、ちょっとこれから名前に対してファイトしないといけないんですが。で <laughs> さら、えー、にですね、えーと、オートファイバーっていうのもですね、それファイバーじゃないよねって指摘があって、全くもってその通りなので、えーなんか、なんか名前つけないといけないんですが、これがですね、もう本当分かんないんですが、まあ、でもどういうふうな働きをするものかっていうのは大体分かってきたので,で、これを導入するとですね、まあ、まあ、今までよりは使いやすいし、今までよりデバッグしやすいし、今までよりも性能を上げるのは簡単になるんじゃないかなというふうに思ってます。はいで まあ、GO とか ELIXA とかですね最初からそういう,そのあのこうコンカレンシーのこう機能を持ってるのですね例えば GO とか g o ン u t i n 1個しかないスレッドとかファイバーとか使い分ける必要ないですしで、ELIXA はプロセスというのがあってですね、まあ、そ,れそれもやっぱりファイバーとかなんとか使い分ける必要ないわけですねなんですが、まあ、我々はその残念ながら最初からこうコンカレント言語してデザインしなかったのでえあの不明を始ちますって感じですけどもで えー、さらにこう今まで動いている Ruby のプログラムが動かなくなるようにするわけにもいかないので,で、えー、と使い分けるような2種類のものを入れるのがまあ妥当じゃないかなというふうに思いますがこの、えー、とギルドとオートファイバーです、ねえー、は今までの,の,の Ruby のものに比べてまあ随分こう良いんじゃないかなというふうに思っています。はい、で、えー、我々に必要なのは名前。 どうしようね、本当にね <laughs> えーと昨日の日開発者ミーティングしたんですけれども、まあ、一層です、ね、その今あるスレッドをオートファイバーみたいに動かしたらどうみたいなこう提案もあってです、ね、えー、それ、互換性どうなのっていう感じなんですが、えー、もうちょっと悩ましてください。あのなんですが、えーとと、私だけではなくてです、ね、まあ、皆さんの意見、大歓迎するので、えー、まあ揉めるの必死なんですけれども、たくさんアイディアが出ると、その中には一個ぐらい光るのがあるかもしれないので、えー、頑張って。 と考えようと思います、はい、さて、えー、Ruby3 についてはですね今言ったようにパフォーマンスであるとかコンカレンシーであるとか性的解析であるとかですね、えー、改善するっていうのを非常にこう頑,張頑張ってきましたあのなんか互換でさらにですね互換性も維持したいので互換性を維持しながらこう機能を改善していくっていうのはまたあいぶ難しい感じですよねであそうそうギルドもねあの まあ、最初デザインした時よりもそのギルドに対するそのメンバーシップっていう考え方がだいぶ弱くなってきたのでディ、ね、ー,ープフローズンオブジェクトがあれば普通,普通にシェアできるので,で、えー、ギルドじゃないよねとか思ったんですけどそしたらですねギルドっていう名前についてです、ね、あのゲーム業界から反対が出てです、ね、<laughs> 俺たちこのクラス使ってんだけどって言われて。 難しいもんですよね、本当にね。<laughs> であ、まあそうなんですがで、まあ、いずれにしてもですね、互換性を維持するよう最大限努力をしながらですね、ル、え、ビー、まあ Ruby、をグレートにしようというふうなことを <laughs> ずっと考えています。で、えー、で今までこうやるやるって言ってです、ね、やらないものもいくつかあるんですけども。 あ Things、ですねあ複数あった。で、フ、え、ローズンストリングリテラルですけれども、まあまあ、今、マジコメでこう使うやつですね、Ruby3 ではデフォルトになるんじゃないだろうかってずっと言われてたんですけれども、えー、Ruby3 では諦めました。残念。<laughs> あのー、こう、まあ、簡単に言うと、こう互換性維持するのすごい大変なんですよね。こう でフローズンリストリングリテラルのマジックコメントはこれまでどおり残っているのでどうぞこう積極的に使っていっていただきたいんですが、えー、こいつをデフォルトにするのは諦めました残念でもしかしたら Ruby3.5 ぐらいで開発復活するかもしれませんけれども3.0ではフローズンストリングリテラルズは、えー、導入されません、はい、それからですね、えー、とみんな知らないクエスチョン文字列っていうのがあるんですが <laughs>、えー、クエスチョン A とか言うと A っていう文字列ができる文法があるんですね えー、e m a クスからもらってきたんですけど、えー、失敗でしたね <laughs> ので、えー、こいつ地上げしようとあの内心拡策してきたんですけれどもちょっと無理そうなのでつかめても3.0では、えー、クエスチョンリテラルなくなりません、はい、それからですねバックコートの地上げもですね考えてたんですけれども、えー、バ,ックあのなバックコートするとあのシェルで実行して結果を文字列で返すってやつですねで、えー、っとまあ ねえー、なんかあの辺でいけるいけるって言ってる人いますけど、いや、信じない。の <laughs> で、えー、これもですね、もうちょっと先でもう一回来るかもしれませんが、3.0ではこう死なないということですね。というわけで、えー、すごい保守的な感じのなんですが、えー、保守的だ、変えないって言った割には、ですね、えー、キーワードアーギュメントを変える予定です。キーワーワドアーギュメントの仕様なんですが、えーまあ ある部分についてはですねちょっと後悔しているところがあってですねで、えー、ちょっとコン,コンフューズなところがあるので例えばこんな感じ「えー、キー5」って渡すと何を切るのっていうようなことが起きるんですけども、えー、まあこれはですねまあ <laughs> で、えー、あとですねあの性、ー、的型の解析と相性悪いような気がしてですねいや 本当かなよくわかんないけどで、まあ、この辺ちょっと整理しようっていう話になってますでこれで残念ながらですねいくばかな非互換が起きますでこいつはですね Ruby3.0 での,その、まあ、大,き大きな非互換としてはですね唯一のものになるんじゃないかなというふうに思ってますはい次みんな大好きナンバードブロックパラメーター RubyRedMine、はいえー、の一部でですね非常にホットな話題になっているんですが、えー、っとマップのマップブロックの中で,です、ね、アット1とかだとですね1番目のこうブロックパラメーターにこうアクセス、宣言なしでアクセスできるっていうのを導入されてます、すでに、トランクでは。でで、えーまあ、そしたらですねあの昨日こう せっかく会議に集まったんだからって、ね、開発者会議したんですけれども大紛糾しましてです、ね、えあのまあ、様々なご意見ありがとうございます最終的には僕は考えさせてくださいって言ってか預かったんですけどもまあまあいろいろこう紛糾してですね見,見にくいとかですねアットマークってインスタンスにす数じゃんとか言ってね、まあ、確かに分かるっていう感じですけれどもまあちょっと考えさせてください <laughs>。 あの最終的に導入されると約束できないところが辛いところですけれども <laughs>、はい、パターンマッチングレギュラーエクスペッションの話じゃないですねで、えーまあ、関数型言語に含まれているようなパターンマッチを導入する予定になっています現時点での文法はこんな感じなんかインを使うというのがちょっと見にくい感じがしますけれども <laughs> まあパターンマッチですねができると。えーこう いう感じえー、パターンマッチはですね、えー、と今日だっけ、セッションがあるのです、ねあの、そっちの方聞いていただければというんですけども、でこのパターンマッチの、えー、プロリクエストはですね、昨日マージされました、トランクに。えー、あの試してみてください。 あの最終的にこの文法のまま通るかどうか自信がないですけれども、まあ、使ってみてくださいあのいろいろコーナーケースもあるので、えー、あの飛行をついていただけるとです、ね、ここ落ちましたみたいなレポートは、ね、歓迎します、はい、いずれにしてもですね、えー、我々は生き残らなくてはいけないんですよねで、えー、なぜかというとすで、まあ、にルビーで書いた資産がたくさんあるというのもありますしで、えー、まあそれから まあ我々ご飯の食い上げになるっていうのがあるんですけどもまあそれ何よりですね私たちは Ruby が好きだからですねでこの愛すべきプログラミング言語をこうな,んかな,くなくなったりとかですね時代遅れのものになったりとかしてほしくないんですねあのまあ正直言うと皆さんはいいですよ Ruby がなくなってもですね Python でも JavaScript で言ったらいいと思うんですけど <laughs> 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 ちょっとですねあの 私とかですね、一部のコアコミッターとかはです、ね、職業なので <laughs> ルビーなくなると本当に困るんですよ <laughs>。でですねあの皆さんにとっても、まあ、困るの程度はともかくとしてですねルビーああり生き残った方がいいと思うんですよ,よね。<laughs> そのためにですね、まあ、いろんなことをしようと思ってます。まあ、基本的には、ですね、やっぱりそのユーザーに対してこう利益を、ルビーを使い続けて良かったと、新しいルビーを使ったらもっと良かったということを提供し続けていきたいなというふうに思っているんですね。で、そうやってその私たちの生活を維持していきたいというふうに思っているんですね <laughs>、はい。ご飯食べれないと困るんで。で、えー、そのためにもですね、えー、こう前進し続けない。 なんとか仕様を決めましたこ、これでもう変化しませんと、安心して使い続けてくださいっていうのではなくて、バグは直します、機能は改善します、パフォーマンスは改善します、そういうようなことをこう続けていって、Ruby をより良い言語、より楽しい言語、より生産的な言語にして、Ruby でプログラミングすることが、あなたにとっていつもメリットになるような言語であり続けたいというふうに そのためにです、ね、ただ、やみくもに前に進むではなくてその賢く前に進んでいきたいというふうに考えています。で、えー、それって、1人ではできないんですね。で、私自身もこうたくさん後悔していることがありますまど、きもなんか、いろいろ言いましたけど、例えばスレッド入れたことを後悔しているとかですね、キーワードアーギュメントの使用について後悔しているとかですね、まあ、あるんですよね、正直ね。天才ではないので、やっぱりちょっと間違いするんですよ。ただ、の今の Ruby って、間違えると直しづらいんですよね。<laughs> 誰か使っちゃうんでこ,こんなち些細な機能とか使わなくてもいいじゃんとかいう機能使ってる人る人いんですよね、まあ、作ったのは僕なんですけど <laughs> でそう,そういうようなことをすると直せないんですで、えー、そうすると、まあ、最初から間違いを犯さないようにするためにはですねこうちょっとこう素早さは失うんですけれどもより慎重にこう検討しながらですね 着実に進む必要がある一つ一つの判断をこうないがしろせずにこうけよく考えながらする必要があるというで、ね、そのためにもです、ねえーとまあ、私のアイデアだけではなくてです、ねえー、皆さんのこうからの意見であるとかアイデアとかをまあないがしろにしないというふうに考えています。 でえー、積極的にです、ねえーとまあ、さっきのナンバー・ドブロックアーギュメントもそうですけれども、えー、僕はこれ気に入らないとかです、ねえー、こ,こういうところがダメだと思うみたいなことは、ねえー、特にまだ決まってない部分についてはです、ね、積極的に言ってくださった方が私としてはありがたいです、まあ、決まってしまったことについて文句言われても,です、ね、もうかなかなか変えられないので決まる前にぜひあのいろいろ文句言っていただければなというふうふに思います、えー、ただしです、ね、投票は受け付けません。<laughs> はいえー、そしてですね、えー、どうして Ruby を変えるかって言ったらですねやっぱりその私たちをハッピーにするためですね皆さんをハッピーにしたい私自身たち自身をハッピーにしたいとで、えー、そして私 Ruby を使っていろんなものを作ることによってで、えー、世界をもっと良い場所に変えるようにしたいというふうに思っていますでこれこそがですね私たちが Ruby を作り続けてですね、えー、こう改善し続けている最大のこう理,由では理由だと思いますえー、っと 今年はその、まあ、私,私が勝手にです、ねえー、コンカレンシーの年というふうに思ってるんですけれどもで今年コンカレンシー頑張って来年、えー、2.7が出てで来年こう最後に一働きしてあもう2020年来年ですね来年の12月にルビー3.0が出るということを心から希望しておりますが。 あのすすごいいもどかしいのはですねこう最近私ルビーのコードを直接書いてないんですよねこう,こういうデザインにしようとかいうのはいいんだけど実際にやってもらってるのをみんなにこうお願いしてやってもらってるので,で、えーとま、クックパッドのフルコミッターの、えー、と笹田さんと遠藤さんであるとかですね、ま、ネフォワードのフルタイムコミッターの、えー、浦部さんとかですね、まえー、とスピーのフルタイムコミッターの。 え村けんさんとかですねにお願いしているところが非常に多いのであ,あと、そうですねヘロクのフルタイムコミッターのこう中田さん忘れちゃいけない <laughs> その他ですねフルタイムじゃなくてもですね Ruby に対してこうあの開発してくださっている方たくさんいらっしゃいます、えー、と全員の名前をこう暗証できる自信がないんで言いませんが <laughs> たくさんの方々が手伝ってくださって本当に感謝しています。でえーと 良くなってきました。これからもずっとずっと良くなっていくと思います。えー、みんなの力を集結することによって世界はもっと良い場所になるのではないかなというふうに思っています。で、えー、ぜひあそうねあの皆さんの中でもし C が書ける人がいたら参加していただきたいですし、たとえ C が書けなくてもですね、ル私の書きたい Ruby はこれだっていう意見を述べるだけでもこう我々にとっての重要なインプットになるんですね。えー、積極的にですねあのいろんな意見を えーまあ、できればうちのレッドマインで <laughs> 述べていただければなというふうに思いますそうすると、えー、世界はもっと良い場所になると堅く堅く信じています、はいえー、ちょっと早いですが今日はもう以上で終わりますありがとうございました松本さんありがとうございました、so、I うあ guess we've got nine minutes per Q&A、mm hmm. で right. questions. if you if you have questions, please um, make a line at the microphone there and there, I guess. どこにマイクはあるの? questions. come on. so です、そこ。 マイクどこにあんの？わかりにくいですね。ぼ、じょ、こう壇上から見えない、ね。ケイ、ごへい、please。えっとあのメソッドを。ごめん、手あげて。あはい。開いた、はい。壇上眩しいんです。<laughs> うん、ちょっと見えなくてさ、ごめんね。はい。と、ルビーコミッターの西島です。ありがとうございます。<laughs> えっとあのメソッドを今あの。 コロンコロンで呼ぶ方法とドットで呼ぶ方法があってでドットで呼ぶ方法の方が圧倒的に多いと思うんですけど、えー、このコロンコロンで呼べるものを、えー、ディプリケートするってことはあんまり考えてないんですかえっと現時点では考えてないですけどえあ、えー、変えたい <laughs> なんでそれを思ってるかというとあのー 次の Ruby のバージョンで、えー、メソッドオブジェクトを取り出す方法を追加しようとしてると思うんですけどあれがドットコロンがあんまり好きじゃない人がいて他の案で3つコロンコロンコロンってやったら、えー、やるっていう方法もああの提案もあったと思うんですけど今そのメソッドをコロンコロンで呼べる方法を、えー、デプリケートしてで、まあ、5年後か10年後くらいにまたその、えー、コロンコロンでメソッドオブジェクトを取り出せるっていう方法をまた戻すっていうのは。 えー、なかなか難しいですかね互換性的にあ今すごいちょっと分かんないなえっ、ー、とただ今パッと考えただけだとその今の動きつまりメソッドを呼び出す動きと将来のメソッドオブジェクトを取り出す動きっていうのがえっ、ー、と同じ文法になるよね将来ってそうですね10年ぐらいスパンを開けても。リして、えー 完全に動かなくなってまた別の機能を同じシンタクスで出すっていうそうそれって結構厳しいかもしれない、ね、なるほどでその記号を使うのは全然 OK なんだけど同じ文法で違う動きをするようにすると例えば時を超えて Ruby のプログラムを動かす人がいないわけではないので, <laughs> でそれはちょっと慎重になるかもしれない。 ありがとうございますあでもどっとどっと長期的にデプリケートするっていうことについては、えー、検討の余地はあると思いますけどね。<laughs> いや今だとメソッド大文字が大文字で始まれるからトップレベルのコンストミッシングになりますよね。それがメソッドミッシングになるとかちょっと挙動変わりますね。うん違ううん、いっ、ね、がついてなかったら コンスタントだけど、カッコがついてるか引数が指定されているとメソッド呼び出しになってるの気がする、最近。今は。<laughs> ひどい。<laughs> 誰だこれ決めたやつ <laughs> OK, next question. Sam. Hi, Mats. Yes.、Um, so you mentioned there are going to be a bunch of changes to Ruby syntax in Ruby 3. I was wondering if there would be any internal refactoring of parse.y, especially with CodeGen and Ripper, um, to make that easier for people building stuff on top of the parser to work with? Uh, so, we... Yeah, it is good thing to have, but uh, we right now we don't have any, that much, uh, enough resource to do that, so that we have no plan yet, so that if some... some Someone volunteer to work on that project, so that we are willing to help them. So you're telling me I should fix it myself. <laughs> Basically. Thank you, Matt. <laughs> you're welcome. Go ahead. Um, hi. Uh, so I think uh, the static analysis tool seems that will be very useful. Uh, I have one or two questions about that. Uh, so the first one is. Uh, Based on what you've uh, mentioned, the tools, uh, doesn't look like that uh, any of them is uh, dealing with metaprogramming, which is a key part of uh, Ruby language. Uh, so, if you define a method, then you might get into trouble. Mm -hmm. So, my question is about that if you are thinking how to solve that. Uh, yeah, yeah, as, as you mentioned, so that we, are not, the metaprogramming is not really covered by the our static type checking so that uh, those part the the method defined by the metaprogramming is not covered by the static type checking. J just just any uh, any object can be applied and any object can be returned from that method. So the but uh, yeah the one type checker named RDL that covers the dynamically type uh, that covers the method generated dynamically. So the I'm not sure. Maybe in the future we might uh, support that kind of method, uh, the type checking for that, that, that kind of methods. The tool you've mentioned, the REL, is it by any chance from the Foster researcher? Yes. Uh, yeah. That was my second question. If you looked into that, because they have a very really nice solution how to deal with uh, dynamic defined methods. Thanks. Yeah. So, I want to ask that the BDFL of Python has retired yet, last year, do you have a retired plan already? Uh, I hope we can have you for longer time, I just ask uh, you. Currently I have no plan to retire, but uh, uh, year to 2025, I'm going to be 60, so the yeah, if we could prepare <laughs> the, the date for my retirement, so that maybe. <laughs> like the emperor? Yeah, <laughs> like we have six plus years. <laughs> Thank you, hope we can have you for longer time. Yeah. or maybe I can have the, you know, some kind of limited time uh, retiring, or maybe three years or something. <laughs>

まあちょっと関数型っぽい渡し方っていうのがまあちょっと最近でも結構えなんだろう新しく組み込まれてる感じがするんですけどそういうことやりだすと部分適用とか,あのなんかメソッドの引数の順番入れ替えるとかがどうしても欲しくなると思うんですよね、うん。でそういうい まあ記号が足りない問題っていうのはあると思うんですけどどうもなんか異臭とかを見る限りそっちの話は今のところなんかそう簡単にいかないのかなっていう感じがあるんですけど将来的に入ったり入らなかったりっていう展望とかあったりします えっと,とりあえず今は、今現時点ではないですね、あまあ、唯一あるのは、なんだっけ、プロックドットカリっていうのがあってです、ね、でカリ化するっていうのがメソッドがありますけど、はいはい、明示的にカリ化するっていうメソッドがありますけど、それ以外はとりあえず現時点で予定はないたまにあれを使って無理やり部分適用してるんですけど、はい、やっぱり今のところはないってことですね、<laughs> そうですねそれ以上の記号を導入するみたいな話は今のところないですね。わかりりまましたありがとうございます、はい えっとまあ、関数型プログラミングは非常にホットトピックなので、まあ、こう参考にしたいところたくさんあるんですがとはいってもですね、やっぱりこう出自が違うのでこう言,語言語の性質をまるまる変えてしまうわけにもいかないのでなんかあこう適用するにしてもすごくゆっくりっていう感じになりますね。ありがとうございます。OK、last question.OK、okay,、So I can ask, right?Yep.OK、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 o OK、OK、k o o o Uh, I noticed you've mentioned Yard as a documentation style that is like uh, could be used for mm -hmm. static type checking. Yeah, uh, but we also have RDoc, and I know they go side by side. But you explicitly mentioned Yard. Uh, does it mean that it's going to be like more recommended way of documenting for uh, the future of Ruby, comparing to RDoc, or? Uh, because there's no way to specify types in, in yard, our doc so that if the, we want to use the uh, retrieve the type annotation from document so we have to ch pick uh, yard I, as far as i understand okay but does it mean that yard is going to be like incorporated into ruby because now it's you know, an independent library that is maintained by different people oh yeah

Yeah. Thank you, everybody. Thank you very much.